どうもどうも、リノエです。ポケモン先生です。今回は第五人格実況でございます。はい、皆さんこんにちは、ダランド平木アリスです。お久しぶりです。はい、どうも、まるまるです。よろしくお願いします。1人が逃げるので、その1人が逃げている間に3台の解読機を上げなきゃいけないんですよ。だからその3台の解読機が上げる、逃げる時間稼ぎをしなきゃいけないので、そこの練習が一番勝ちにつながるかなと思います。101っていう練習法があって、1対1で練習するんですよ。はい、これをしたらいいんですか？じゃあ、井上さんとバケモン先生、観戦行ってもらってもいいですか？はい、観戦に行ってもらって、その上の感染のところですね。あ、そうです、そうです。バケモン先生に書いてます。で、これで、ハンターが1人、サバイバーが1人じゃないですか。はい、この状態は101って言って、であとはこのまま最初に追われる人がアリスさんって想定して逃げる練習をするだけです。ちょっとどんな感じなんやろ、楽しみ。あ、アリさんどこですか？ L 字です。 OK です。 L 字何かな。もちろんね、レオですよね。レオですね。 L 字のこっち、まるまるさん、レオがで、逃げる人がどこにいるか教えてあげて、で、ハンターが向かっていった状態で逃げる練習なので、ただ2人だけで練習できるんで、結構これで練習になりますよ。ひたすら追いかけていく練習で、逃げる人は逃げる。前提、アリスさんの姿勢だったの？以前、そうです。これでとにかく逃げれることができれば問題ないです。これでも、ひろぎ先生、はい、まるまるさんのやっぱハンターも逃げるの大変なわけでしょ。うまい。いや、まるまるさんもだってずっと最上位のハンターでしたから、しかもレオで、はい、レオで最上位のバケモンですよ。一番弱いハンターって言われてるんですね、このそうなんジャリさん。はい、鬼没。おー、浜じゃーん。おー、浜じゃーん。今の鬼没っていう能力で壁を抜けて殴れるんですよ。ひいかった、ひいかった、鬼没ひいかったよで、今のはそう綺麗に避けられちゃったんで一発入っちゃった。で、さっき投げれるって言ったじゃないですか。で、この炎をパペットに長押しでやると、このパペット動き出すんですよ。こうやって投げれるんですよ。まあ近くに行って追跡してくれるんですよ、こうやってパペットが。あ、これでパペット。そうです、そうです。追いかけてくれるんで、2人で追いかけるんですよ、実際。めちゃめちゃ奥深いやん。やだー、やばいやばい。あっ、あっ、あっ、え、今のやつ今のは呪いの力ですね。呪いで、え、なんでこっちいるの？あ、呪いが溜まってハンターの動き止めれるんですよね。弱い、弱い。すごい。でもこれだったらもう十分3台分以上のチェイスができてるんで、いい逃げ箇所で。何秒間やってるんですか？160で、距離離してる時間もあったんで、だいたい120秒ぐらいです。じゃあ、バケモンハンター行きや。触るかっていう。まるまるさんの衣装が、こんな感じなの初めて見ました、今。はい、メイドみたいなやつで。メイド。メイドですよ。お、レオだ。レオが、これは、ミチコ側かな、うん、しっかり暗号機の揺れとかも見れると思いますよ、バケモン先生。あ、やべえ、電線変えた。あ、いたいたいた、矢印ついてますよ。こや、黄色い矢印の方向に向かっていくと数字が減るんですよ。あ、来た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 。本当だ、見えない。あ、ここだった。そう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 、
あ、めっちゃ見えてるっぽい動きしてる。右が見える。急にまっすぐ。えらい、覚醒してる先生が。やった。楽しくなってきますよ。出せました？出せた。出せたらこの暗号機近づいてみてください。ここです。ほんならなんかマークついてると思うんですよ。60% とかなんか数字のマークついてると思う。それやると一気に上げれるんですよね、解読機を。今やばい。待って。回るだけで解読機上げる。あれ？あれ？あれ？覚醒してる。まだクロスター、クロルをした。あっちゃあっちゃあっちゃ。OK。じゃあ僕助けに行くんで。井上さんまた宝箱か解読かお願いします。でも、足跡だけど意外に分かってないけど、何ってことだ、この宝箱は。宝箱3つあるんですよね、実は冒険家。なるほど。そうです、3つも開けることできるので。天と地寄せ。そう、わ、なんかちょっと怖い、なんかオーラを感じる。怖い怖い、普通救助員になってそうだ。おお見える、バケモン。井上さん助けて、井上さん助けて。バケモン先生が覚醒してる。やばい、覚醒してる。普通に殴れるようになってる。めっちゃ楽しそう。つえ普通に殴れるようになってる。やべえ、やべえ、死んじゃう。やばい、救急隊長。井上さん助けてあげて。大丈夫。めっちゃ綺麗に殴られた。飛んじゃう。大丈夫、マックスになっちゃう。さあ助けて、皆さん助けて、ナイス。さあ逃げましょう。逃がしてー。いいね、いいね。よし、行きましょう、行きましょう。井上さん解読しましょう、解読しましょう。あ、隊長もういってる。あ、いける。あ、私が起きた。皆さん助けて、皆さん助けて。ありがとうございます。よいしょ、ナイス。いた、ボケが。お、いける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 。いや、びっくりした、普通に。めちゃくちゃ楽しそう。めっちゃ殴れるようになって。すごい、やば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 い。いや、やっぱ画面サイズすごいな。ちゃうんですね、全然。うん、すごい。アリサ、こっち来てもらっていいですか？じゃあ、僕が井上さん助けます。お願いします。よいしょ、よいしょ。セットしてます。いや、一緒。ありがとうございます。よし、あ、見つかったかな。よいしょ。で、こういう時もさっきのパペットで戻ることであれなんですよね、索敵することもできるんですよ。こちら近くに持つの助ける。オッケー、ナイス、ナイス。ナイスさん逃げて。よいしょ。下立て直しましたね、なんとか。ナイス。あります、あげますよ。ダメージもあったらここで回復って感じでいきましょう。さあ、井上さん終われてます？いや、俺は今落ち火状態でギリギリのところでどっか行きました。ナイスです、ナイスです。で、アイテムの上に点々点っていうマークあるじゃないですか。はい、そこを押してもらってもいいですか？ほなチャットが飛ばせるんですよ。チャットが飛ばせると仲間が位置の共有ができるんで連携が取りやすいんですよね。そういうのでみんな押してんねや。そうなんですよ。で、それすると画面があのどこにいるか分かるんで回復しに行ってあげたりすることができるんですよね。それ僕じゃないですよ。あ、素敵。ナイス。よし、これで巻きましたね。じゃあ、井上さんもう一回押してもらってもいいですか？チャット、OK です。僕が今から回復しに行きます、そのチャットを目印に。よしよしよし。 OK。 よっしゃ、いいですね、いた。 OK です。皆さんもう一回お願いしていいですか？あ、いた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 。 OK です。これで合流することができました。いる。これで VC 繋いでなくても連携が取れるよってことなんですよね、チャットの画面。なんかいろいろチャットやってるの、そういうことやったんですね。そうなんですよ。1位を知らせたり、こういうことしてほしいよっていうのを知らせたりするんですよね。
ってめっちゃ遠くにでも見える。行っちゃった。やっぱいいですよね、画面がでかいと。うん。じゃあ残り3台頑張りましょう。宝箱にしよう。宝箱狙い。宝箱にしよう。よりわかんないですね。かわいい。よいしょ。暗号機の入れわからないですかね。ね、かわいいから。よいしょ。転用する。どこだ。よしよしよし。やばい。見つかりました？いや、大丈夫っぽい。オッケー、オッケー、オッケー。アリスさんと僕が飛ぶか。あ、パペット回収した。お、索敵してきますよ。残り2台。お、暗号ペ、いいですね、チャットナイスです。今、あれですよね、宝箱掘ってますよね。そうです、今、やってます。行動が分かるんですよね、仲間が。よいしょ。これって暗号機どこ揺れるんですか？暗号機のその棒の部分が揺れてるんですよね。よいしょ。今1台揺れてますね、少なくとも。本当にブルブルブルって微妙に揺れてるんですよね。よいしょ。あ、本当に今揺れてた。揺れてました、今上がったでしょ。上がったとこ揺れてました。そうです、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 そこです、そこです、そこです。よし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 、残り回答機5割来たー。今暗号機の揺れで見つけましたよね。はい、いいですね。お、OK、 井上さんが回答機あげれますね。危ない、危ない、危ないよ、危ないよ。あげてよかったら言ってください。お、ここも行っていいですか？じゃあ、殴られたらどうぞ。あげてください。おお、いきなり当たった。ナイス。よいしょ。見えた。さあ、ゲート開けに行きましょう。これゲートの方行ってますね。これ行くでしょ。よいしょ。お、井上さんが開けてます。隊長。あ、パペットいた。パペットいた。クロマでした。クロマした。クロマした。消えた。よいしょ。あ、光りますよ。おー、危な。ナイス。クロマ、さあ。見た？見た。すごいな、このシステム。やります、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 やります。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、いきます、いきます、バキバキ、いきます、いきます、やり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 ます、バキバキ先生。あ、くそ。そこ、そこ、体調いる。開けれるかな、これ。開いたら逃げれる、開いたら逃げれる。開いたら逃げれる。あとちょっと、あとちょっと。もうちょいで開くんだけど。守ってる。よし、ガン守りしてるけど。うわ、怖い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 。おー、怖い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 。隊長、隊長、隊長どこ、隊長。これ、ここから出ますよ、ここから。隊長、隊長。あれ、隊長、逆に行って。あ、そうか、空振りなくなったんだ。あ、いた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 。逆ゲート開けてる、すごい。力逃げよう。よいしょ。それこの二人か、無理だなこれ。すごい。よかった。バイした。よいしょ。ついてきて、やったー。あ、開いてますね、もうそっち。もう行きます。OK です、僕も行きます。よいしょ。さあ、バケモンです。逆ゲートから出られちゃいますよ。いますね。勝てる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 。ああ、先生来ない。先生来ない。先生、先生出ちゃいますよ。あ、来た。そう、先生来た。先生、ここ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 先生、あ、やばい。あ、やばいやばいやばい、やられちゃう、やられちゃう。助けて助けて助けて。やばいやばい。
いた倒せ、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 よいしょ、オッケー、ナイス、危ない、ナイス、いて、ナイス、いた倒せ、間に合った、ナイス、ナイス、ナイス、いたですか、今は板で気絶させて助けました。あ、すげー、え、ひだりは、すげー、見やすいです、全然、いや、違いますよね、やっぱり追ってきますもん。じゃあ、バランなんで、じゃあラスト1戦4人でいきますか。はい、行きましょう、行きましょう、最後勝ちましょう、じゃあお願いします。頑張れー、さあ、飛んでいきますよ。お、ナイス。これ自分とハンターの距離を知るっていうだけでもいいんですね、これ使い方としては。全然違いますね。あー、袋を使います。じゃあ体調がなくられたら OK、 行きましょう。間に合うか、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 